こんにちは、シュウです。今回はファイナルファンタジーコラボガチャ引いていこうかなと思います。確率見ます。今回最高レア度星6が 2.50%。 いや、めっちゃキャラ多いね。これ過去最多ぐらい多いんじゃないかな、ファイナルファンタジー。だから1点狙いとかしようとしてる人すごいきついだろうね。今回私の狙いがあれだね、新キャラのエアリス。スーパーマン、スーパーマン、スーパーマン、スーパーマン。こんにちは、トズケのシュウです。今回は FF の思い出話していこうかなと思います。ちなみに私 FF ね、ゲーム原作全くね、やったことなくて分かんないんだよね。パズドラぐらいの FF しか分かんないんだけど、まあ、FF の思い出といえば、今パズドラってヘイストってあるじゃないですか。自分以外の味方スキルが一旦貯まる、あれがね、初めて出たのがこの FF コラボガチャのモンスターだったんだよ。で、その時その自分以外のスキルが一旦貯まるヘイスト、あれのね、呼び方ももうヘイストじゃなくて、なんかスキルチャージとか人によって呼び方違ったんだけど、もういつの間にかね、ヘイストに統一されたよね。ああいうのってやっぱ一番多く言ってる人がなるのかな。なんかパズドラってさ、レアキャラ、道中にレアキャラ出た時とか幻獣っていうじゃん。あれも誰が最初に言ったんだろうね。今思うと幻獣ってあんまりわけわかんないんだけど、まあ、誰かが決めたんだろうね。FF の思い出といえば、あと FF ってキャラ多すぎるじゃないですか。なんで昔だとそのガチャに超絶アップみたいなのあったんだよ。今日はノクティス超絶アップ、明日はライトニング超絶アップ。なんかさ、今思えば FF くらいじゃない、超絶アップあったの。他あったかな、ドラゴンボールとかあったっけ。でもほとんどないよね。なんか今こそやってほしくない？今キャラめっちゃいるじゃないですか。もう今交換システムあるから別にいらないよっていう運営さんの判断なのかわかんないけど、なんか今こそその欲しいよね、超絶何倍みたいなアップの役かバイバイ。